クロップさんが南野拓実を認めたゴールがこちら。南野拓実にとって UCL での初ゴールとなったリバプール戦、後に滝はリバプールの一員に。このゴールは印象的だね。この試合はゴール以外もすごかったし、ゴールも派手でインパクトあったし、そりゃ獲得候補に入るのも必然だった。この試合ハーランドさんも点入れてましたよね。クロップの表情が最高。この試合で滝を好きになったんだ。これ我々ファン以上にリバプールの選手たちに衝撃を与えたそうですね。ほんま主人公のシュートやわ。滝のゴールはこれが一番好き。左から来たボールを右足で、当時は興奮したな。叩きつけて、こういうシュートなんて言うんだ。この時のボスの顔忘れられないんだよね。クロップのやられたわの表情好き。この時のザルツブルクってメンツえぐいよな。懐かしい。リアルタイムで見てたな。こりゃ最後は係しソボスライがやらかして勝ち越されたんじゃなかったっけか。今となってはすげえやつらばっかだな。